も元気。始まったよ、ジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はほげる日もノンケブル日もキャンピーと株式会社キャンピーの提供でお送りします。ジョソラジ第4週はメインタイトルと同じジョソラジ。ドラァグクイーン、女装家、女装パフォーマー、いろんな呼び方はありますが、パートナーもゲストさんも女装尽くしでお送りしています。パートナーはブルボンヌの四半世紀の女装ショーの相方、いつでもみんなを元気にさせちゃうワクワクさせこさんです。エイビーチ小壺吊るしにすま塩屋、どうもワクワクさせこでございます。皆さん行きましょうね。行きましょうね。違うか、私行く権利がない。行くの夏の呼びかけ。そう、今日なんかね、ズームの画面でいかがわしい格好をさせこさんがね、何ですかそれ、荒縄かなんかですか。ちょっと肩がつくがね。すいません、なんか紐状のものが肩にね。そう。ちょっとおっさんの咳が出ちゃった。はい、はい、そしてジョソラジ今週のゲストは吉弘正道さんです。すいません、ジョソラジに断層が来ちゃって本当に申し訳ございません。いやいやいや、これにはちゃんと理由があるんですよね。ジョソラ繁忙期のためですよね。そうなんです。実は夏のね、今慌ただしい週末にちょっと佐世子さんと私のね、はい、スケジュールの都合もあって、ご褒美が少ない中ね、クイーンさん、女装さん数人、3、4人実はお声掛けしたんですけど、全員すごい出たいだけど、その2日間はお仕事みたいなのが続いてしまって、はい、暇なのは私と佐世子さんぐらいだった。ちょっといや、まあ暇よ。いや、私もだったんだけどね。そこでだからね、助け船をね、こう、吉弘正さんも。正直この季節、本当は女装さんたち、ドラッグクイーンの人たちはクラブのイベントが必ず入ってるような状態だったわけじゃないですか。そうね、あとね、ビーチにお呼ばれしたりとか、ね、沖縄とかね、ありましたね。ブルちゃんも、佐世子さんもね、沖縄のビーチで来ましたよ。誰がキジムナー、そうそう、地元の女子中学生がね、なんかいるって近寄ってくれたので、私思い切り陸上、読谷高校の陸上部の子を追いかけました。の、ね、女の子を、出たキジムナーって言って、そうキジムナーね、こうバーっと、ヤンバルクイーナじゃなくて、走りはヤンバルクイーナだったかも、ね、ちょっとヤンバルクイーナこんなんであんた押さないよ。いや、とはいえね、何ってこう女装ファンのね、こうリスナーさん思ってたかもしれないけど、いや吉弘正道さんも女装ですから。いや本当ね、そんな本当なんかジュラ紀の話ですよ、それも。もう女装立ち、ね、女装立ちされたわけではない。まだ、こう、戦争で言うと休戦みたいな。いや、もう終戦しております。あら、休火山じゃないの？休火山じゃなくて、もう死火山。なんかこう、禍根は残していないわけ。いや、ね、ほら、趣味賞だったんでね。女装って言っても一緒一緒実は女装ラジライブのラストでね、流れている、よくリスナーの皆さんに走馬灯って言われてるんですけど、女装らしいレギュラーの皆さんのね、幼い頃から最近のいい仕上がりまでの変化の写真集がなぜか白黒でね、本当に走馬灯ですよね。戦前の歴々な感じで出てるんですけれども、その中で吉弘さん、さらっとその女装の時の写真とかも出てますよね。はい、ね、数少ない写真の証拠が。でも あの女装は多分街角で立ってたメイクじゃないよ、ね、ではないです。ね、あれは、だってお忘れかもしれませんけど、あのメイ
クというか、ドラッグ的なメイクを初めてさせていただいたのってアッパーキャンプですよ。そうですね。うちのイベントに女子クイーン姿で遊びに来てくれて。え、じゃあブルちゃんメイクなの？うん、というわけではない、自分で やりました。素晴らしい、最初からちゃんと自分で。いや、うん、忘れもしないね、あの、今のキャンピーバー、新宿のキャンピーバーがあるとこがレインボーカフェだった時に、アッパーキャンプさんが月1とかでイベントをやってらっしゃいましたよね。で、その時に、確かね、肉よさんのデビュー戦とかだったんですよ。肉よさんデビューの時って千秋直美さんとかだ。いや、じゃなくてね、マッチ売りの少女。マッチ売りの少女って何？寸劇マッチ売りの少女だったんですよ。で、それで忘れてる完全に。それは私たちと一緒にやる寸劇に肉よさんも出演者としてデビューした。違うの、それがあの、マッチ売りの少女役の女装が飛んじゃったから、あんたやってくんないっていうので私が出たのに。で、肉よさんは、今日、あの、マッチ売りの少女を犯しに来る女装っていう。ちょっともう、おかしいよ、めちゃくちゃ映画。っていうのは、もう本当ありありと覚えてるんですよ。誰の脚本も。ブルさんでしょ。私ですよね。すべてはブルさんのせい。わあ、ひどい。そんな私はバンギャルドな、周囲の少女を女装がやってて、それを私の女装がおかしに来るってどういう設定なんだろう。で、しかも、私完全付け焼き場じゃないですか。台本あるのに全然覚えてないから。やっぱりどうすればいいんですかって言ったら、後ろでこう、ささやき狼のように誰かがセリフを言ってくれるっていう。プロンプターだ。本当はあの、自転車ストーリーね、もうむちゃくちゃでしたね。しかもね、話聞いたらほぼ主役を急な代役させてたってこと。本当本当。結局あれ誰が飛んだのかも聞いてないんですけど。誰だろう。はい。当時はいろんなことやってたんだね、私たち。そうね、実験的なね、実験。ね、本当に、なんか劇場みたいな。でもね、その時に初めて分かったんですよ。ドラッグのメイクは本当に趣味上とは全く別物だから、すごく難しかったんですよ。うんうんうん、確かにね。うん、もうほんと、ヒゲも全然隠れてないし、うんうん、ただ白塗りにものすごい派手なつけまつげをしたみたいな感じで出ちゃって、大変申し訳ないことをしたんですけど。じゃあ、クイーンっぽいメイクをしたのは、あれが。あれが初めて。で、さ、あれっきり？あれから、ちょっと別のイベント、コードでやったイベント、で、うん、ちょっとだけやらせていただいた。あら、グイーン。お立ち台とか？お立ち台でした。あら、そっか。そんなね、もう現役の女装じゃないのに、女装らしの方に呼んでいただくなんて、まあ、一応ね、こう、クレーム対策のために、吉弘さんも女装ではあったという事実をここで、クレーム対策言っとくことで、そうよ。一応ね。ね、でも本当、助かります。ね、ありがとうございます。うん、もう、またね、佐世子さんと一緒にご一緒できるのは、そうそう、実はね、この組み合わせ、全員集合じゃないとないからね。そうですね。で、実はね、あの、もう一つ、今回ちょっとね、こう、収録がなかなかあれだった理由に、うん、オープニングでもね、ちょっと、わざとらしく咳き込んでちょっと違う。わざとらしく。佐世子さん、あの、オペの後、なんか、どうやら、お乳が張ったりなどの、もうホルモンバランスがあれでしょう。あの、プラジミアとかですか。うん、だからね、もう何、イライライラーってしたりとか、あ、違う。嘘です。魚介用語で言うホルモンボケというやつ。違う。いや、もう、ね、そっちの手術じゃないってことは何度かね、あの、申し上げたいんですけど、改めて。ね、申し上げときますけれども、そうなんです、私、オペ終わってから、なんか直接のそのオペをした部分に関しての症状はすごく良くなって。うん、あの、3つの穴もより広がって、より広がって。スリーホールズのね、今、きれいにハトメかなんかされてるんですよ。ちょっと、そっちから入れた、パンってね。
誰がよ、もう。ね、いや、それで、そう、傷口も、うん、もうなんか、かゆいぐらいに。かゆいぐらい。かゆいの。かゆいの。かゆいの。そう。それで、その心臓の方もすごく、不整脈がすごい激減して。あ、すごいね。あ、じゃあ、やってよかったですね。効果あるんだね。そう、直後は、なんか、うん、その原因を封じ込めることで、うん、逆に、うん、いや、それを復活させなきゃいけないって心臓がまた別のところから電気出したりして、すごい激しかったのね。で、あ、これ失敗だわって、ちょっと先生には申し訳ないけど、あ、これ失敗だ。またやんなきゃいけないのか、手術と思ったんだけど、うん、もう本当に最近は、あれ、私、不整脈あったっけっていうぐらい、もうね、素晴らしい。ところが、そう、ところが、なんかそこじゃない内臓系が、だからいきなり手術後、ちょっと実家にどうしても帰んなきゃいけないことがあったんだけど、そこで、いきなり急性大腸炎っていう、なんかウイルスとかに感染したんじゃなくて、なんか腸が炎症を起こして。大腸の使いすぎで、広い食いとか。そうね、広い食いもしてるかもしれないわね。吐きはしなかったんだけど、下しでもお水、ってか、お水しか出ないって。うわ、お食事中のリスナーさん、失礼しました。佐世保汁がね、大変。本当やだ。どこの地方の名産佐世汁。佐世汁。これな、ザゴ汁だーってね。ねえ、ザゴ汁。ねえ、本当、東北の方に謝って。本当、本当、ごめんなさい。そうそう。それで大腸炎になるし、あと、まあ、なんとなくずっと、なんか、呼吸がちょっとなんかしんどいなーみたいな、なんていうのかなー、うん、っていうのもあって、で、あとは、ちょっと前に、やっぱり高熱を出して、発熱があって、で、あ、そうだ、それがね、ちょっとコロナじゃないかって思う。そうそうそう、でもいや、もう今回はもう絶対これはコロナだと思って。流行り始めてるしね、まさに。そうそう、うん、流行り始めたし、もうその、まあ、味はちゃんとあったんだけど。うん、なら、何の味が味わえるの味か。言わせる気ですか。キムチとかでしょ、うん、キムタク、キムチタクワン。ごめんね、しょうもないな。しょうもなかったね、今ね。カットしてもらってもいいです。いや、それでね、絶対コロナだと思ったんだけど、まあ、陰性だったんだけど、うん、ね、陰性だったんだもんね。それからね、うん、それからもね、ずっと咳が続いて。うん、あ、でもね、なんかその話をね、お店でしたら、なんか女性のお客さんが、今別の、なんとかっていうウイルスの気管支炎とか風邪みたいなのが流行ってて、うん、そっちが流行ってるんだ。逆にそれでそう、うっかり、発熱外来とか行っちゃう人が逆に多かったりもするみたいなことも言ってて、うんうんうん、まあ、ゲーバーのお客さんの一言をね、こんな電波に乗せたら嘘なのかもしれないけれども、そういうなんかこともあるのかもね。うん、そうかもそうかも。だからなんかちょっと今日はもう咳止めを実践に飲んで臨んでます。そう、だからなんかね、なんだろう、心臓じゃない周りが、なんか、順々にいろんなところがちょっと悪くなったりとかしてる感じはしたから。顔はまだ、顔はね、これはね、これもね、副作用って言うとあれかな、術後のあれかな、なんでちょっと方言っぽくなった。あれね、私、ジョソラジ普通に、いつも聞かせていただいてる立場じゃないですか。なんかね、いつも出てくいらっしゃるゲストの女装さんたちが、うんうんうん、本当に楽しそうに笑ってらっしゃる理由がよくわかった。あ、佐世子さん、実はね、顔がすごい、すごい顔芸されますね。顔がすごいとか言わない。ドキドキ、だから、ね、ラジオだと絶対伝わらないギャグとかが合間にちょいちょいあって。うん、そうなの、うん、だからこれもね、伝わればいいな。ラジオだということを意識して、ラジオで伝わるギャグをお願いいたします。ね、はい、わかりました。テレビとね、ラジオ。野球の解説が違うようにね。すごい。ライブ。近づけてね。そう、それライブとかオフ会の時にはぜひその顔芸などをね。ぜひ。そうね。リアルならではの顔芸をね。そうね。うん、こんな面白いと思わなかった。まあ、だからこれも、まあ、更年期は治ったわけじゃないから、うんうん、やっぱり更年期、うんうん、
の症状と、あと季節的なものもあるしね、うん、あの冷房がガンガン効いてたりとか。本当だ、サセちゃん、冷房きついって言いたがる女子タイプだもんね。そうよ、もう、もうなんかね、もうちょっとでも冷えて、ああ、なんか寒さもさ、ガーディー、ね、羽織るものいるよね、いるよねってもう聞こえるようにおじさんに言う。その割にはね、あの、ランニング着てらっしゃいますけどね。そうそうそう。いや、今だからね、うちあの、ちょっと旦那さんは、あのもうクーラーとか冷房大好き、暑がりなので大好きなんだ、あるあるだね、そうなんで、もうもう私がもうアクションとかやっちゃうから、寒いとか言うから、なんか窓を開けさせて、戦いだね、そうそうそう、で私がこうほらこういう何胸元とか、うん、またそう突き出しても伝わるから、そっかそっか、あ、そっか。こんな面白いとは。いやいや、久しぶりで、なんか元気出てきた、みんなに会ったら。なんかやっぱ、一人で会ってないから、そういうのもあるかもね。余計に会えないじゃん、なんかで。やっぱ、うつ、なんか私の場合は、うつったら困るより、なんか、うつしちゃう、まずいっていう時の方が本当多いのね。そうそうそう。みんな元気とか、あの世の中ではね、うん、あの夏休みが始まったりもして、そうですね、始まりましたね、夏らしいことしたしたとか、ないかしらね、うん、私なんか早速ね、うん、こうお休みを生かして、うん、ちょっと大阪一人旅とか行ってきました。あ、この間、あら、抜けがけ、あ、そっかそっか、ロビンさんと会ってた、ロビンさんと、なんか二人きりで、オフだったんだ、うん、あの万博記念公園で太陽の塔の中とか入り、あれ入れるんだ、でロビンさんとお会いしたりしてとか、うんうん、いいな、ね、あれ道山、道山だったの、あれはね、なんかね、私この辺ですって言ったら来てくれて、うんうん、なんだろう、なんとかビルって言って、うん、もうロビンちゃんもほとんど来ないって言ってたんだけど、もう入っている雑居ビルの中の入ってるテナントの3分の2がもう閉めてるような感じの、その幽霊ちょっとなんか空論城みたいになっちゃう、ね、しかも終わりがけのそれ言い過ぎだけど、そうそう、で、そう、でそこでなんか逆にお安いこう串揚げみたいなのを食べて楽しかった。あの大阪ってね、あのビルの、うん、あの飲食街とかがすごいいいんだよね、うん、コスパが良くて、逆にそういう雰囲気が良かった。そうそうそう、私もああいうマーブンクロンセンターみたいなのも大好きだから、うん、あ、雑多な感じ、ね、やっぱね、うん、海外にね、どなたかは海外にいてらっしゃるけど、私たちもそうですね、行けませんもの。今日ね、本当はね、うん、あの、ルシさんは本職のラジオがあったんですけど、うん、サムソンさんもね、うん、これ、タイからね、こう、うん、ホテルの Wi-Fi で参加するかもぐらい言ってたんですけど、うん、でもなんか発展場に行ってるって、ね、あいつ発展場で200バーツが惜しいから帰れないって言ってますからね。200バーツっておいくらぐらい、今は 4かければいいんじゃない。そう、前は3かけのイメージだったのに、今は4かけのイメージ。でも800円とかで入れるの？800円、うん、800円800円が、ね、お、まあ、惜しいか。惜しいか。惜しいか。ねえ。え、お二人は夏のお出かけとか全然してないの？まだ全然私は。あ、本当。はい。8月にはちょっとお出かけます。どっかいらっしゃる？どこ行くの？どこどこどこ？札幌に行って。あ、いいなぁ。え、シールちゃん結構札幌とか、すすきの率高いけど、なんか。すすきの率高いですね。あるの？なんか。あれ、あの、七丁目のままで女装したり。ニューハーフ？行きますけど、あそこも。いや、違います、違います。あの、友達と遊ぶだけです。その札幌のお友達の、はい、札幌に住んでる友達と遊ぶ。いいね。やっぱさ、あの、行った先に、その、ブルちゃんのロビンさんじゃないけど、うん、行った先の現地のお友達が一番、はい、まあ、海外もそうだけど、そうですね。いいよね。うん。ローカルの場所知ってらっしゃるし。助かるよね。いろいろ教えてもらえる。土地勘がないところですもんね。でも、だから、ちょっと浅ましくなっちゃうのは、うん、そこに行くときに急に全然連絡取ってなかった程度の人とかに、突然連絡して。たまに連絡しない、はい、あれ。やらしいよね。そうそう。元気？申し訳ない。そうそう。申し訳ない。あと、でもさ、なんか人気のある55さんとかだと、なんか、今日、
と今度、あ、いついつ大阪行きますみたいな、あれ言ったら多分 DM でいっぱい来るんだろうね。来るでしょうね。きっと。うん、え、でも、セセコさんもやってみたら。いや、来るかな来るかなじゃあ、その日はみんな、うちらは旅行しよう。そうそうそう。みんないないよ。誰もいない。そうそう、誰もいないんだけど。もう、店も閉めやがってみたいな、ね。そんな鬼が閉めといたよね。鬼が。あれ、それ私ね、札幌では言われましたね。嘘でしょ。来るから閉めたって。いや、突然遊びに行ったら、ねえ、なんで急に来るの？って連絡ちょうだいよって連絡したらどうなったのよ。閉めといた。ひどい。ひどい。いやいやいや、それはね、歓迎の意味でね。ゲーマーのギャグよ、ゲーマーのギャグ。あの、ね、半分本気だったからちょっと何とも言えないわ。私もちょっと夏休みがもうちょっとお盆近くなので、まあその時は実家と、あとちょっと白馬の方に行ってみようかな。白馬で、ゲーゲー白馬ショー。そうそう。その前、チャミする一気飲みで、おいって、違います。白い馬って書く方そうそう、もう大黒巻き、大黒巻き。え、うん、王子様を探して、ね。え、馬とやるのいや、ちょっと、馬と女って、そういうビデオ小林ひとみちゃんとかも挑戦してたわよ。誰が馬と女よ。本当に違います。ちょっとね、あの、お友達がね、そちら方面に住んでらっしゃる。ああ、それもいいですね。ねえ、みんな優雅、うん。まだでも全然なんかね、夏らしい。あ、でもこの間ね、ちょっと私、あの、ドライブで、あの、うん、ネギシっていう、もうすぐ近くなんですけど。あの、牛タン、牛タンネギシ。牛タンで、ね、どこでもある。分厚いじゃないもん。違う違う。ちょっと逆さ変動の。イボっぽいのがついてんのが気にしなくて。やべもうイボ。それ、営業妨害。しょうがないんだけど、ちょっとあの、ちょんってついてんのが、これがね。あれ、避けて、それ、避けてためにも。やめて、ちょっと。いやえ、ちょっと待って、こんなノリでいいの？いやいや、いいと思う、いいと思う。ねえ、ネギシって、あの、すぐ近く、うんうん、近所ですよね。そうそう、そうなんです。そこに行って、うん、あの、前から気になっていたユーミンのお歌の歌詞に出てくる。山手のドルフィン。はいはい。山手のドルフィン。そうそうそう。あれは、はいはい、あの、まあ、山手といえば山手なんだけども、うん、駅は根岸っていう駅が一番近くて。そう、じゃあ本当は根岸のドルフィンなんだ。根岸のドルフィンなんだ。だいぶ、ちょっとだいぶ違う。心がね、悪くなるわね。そう。根岸のドルフィンって言うと、なんかあれっていう感じがするよね。そうそうそう、そこにね、行ってきて。あの、ユーミンごっこ。ユーミンごっこじゃないけど。ちゃんと、ソーダ水の中、貨物船通らした？ソーダ水じゃなかった。私、あの、お腹弱いから、あったかいものを。いや、あったかいもの。通らないじゃん。透明じゃないと。そうなのよ。お紅茶だから通んなかったのよ。そうそうそう。でもね、ほんとね、海を見ている午後だった。思ったより、なんか工場地帯が見えてなんか、いわゆる、私はあの歌詞でもっとなんかこう、水平線がこう、綺麗に見えて、まあ、貨物船は見えるけど、うん、もっとなんかこう、なんていうのザ・海みたいな、ね。そうむしろなんか私、瀬戸内育ちだから、ああいう海が見えるのかと思ったら、うんうんうん、なんか結構、え、工場の演奏とか、あの、キリンの形をしたのクレーン。ああ、そういう感じなんだ、ね。で、あと目の前にはマンションがいっぱい見えたりとかして、あれみたいな。あれって、いまいち情緒が違ったわね。なんかね、まあだからユーミンの頃、あれ、1973年とか、そうか、私たちが生まれたぐらい。ぐらいだから、まだ多分そんなにも、あの建物もなかったろうし、そうね、あとはまあユーミンマジックじゃない、ああそうか、マジックか、ね、何でもかっこよくしちゃうから、あそうね、ほら、そうだよ、ほらだってあの男に振られてさ、家出てく前に片方のピアスをベッドの下にわざと落としといたら次の女が驚くだろうみたいなのがなぜか、ね、なぜか気取ってかっこよく歌うみたいなさ振られてんのにね、そうそう、すごくね、あの人の強い。いや、さすが、なんか、ね、あの、八王子の人だから、ちょっと横浜に、山手とかに憧れたんだろうなと思いながら。ね、おー、はい。
さ、それぐらいしか夏らしい。ええー、これからね、夏のお出かけもあるし、ね、もう本当すごい、どんなね、ミニとか履いていこうかも、今から。あ、ぜひぜひ。片玉とか出しちゃうんですか？片玉出したいね。出したいね。出したいねじゃなくて。出したいね。え、夏のトレンドになるかな、超ミニで片玉出して。片玉の師匠ですよ。通報されるし。師匠でもないよ、でも。師団？師団、師団。師団。師団。いや、それでサービスエリア。いやで女子トイレとか入ったらもう絶対通報もない。ちょっと待って、それ一番今問題になってるやつだから。もっとやめてくださいね、冗談でも。ちょっとブルちゃん、今さっきなんかホットパンツのおばさんが後ろ通っていったの。同居人の誠です。やだ、やだ、ホットパンツのおばさんは同居人の誠ですよ。さすがに片玉はギリギリ出てる。やだ。ねえ、なんでこんな女装ラジの回って面白いの。だってゲイラジも私電車の中で見てるやつも すごいあのなんかキズさんとか本当にあの人柄がそうそういい、ね、あの止まらないオタクルーシャレそうそう、でもそのキズさんにおじさん大好きなな傷ですとかって言わせてやったりとか、もうゲイラジマジックとかもゲイラジマジックもう電車の中でお笑いしたのよ。はい、あの、吉弘ちゃんを迎えた、ちょっと変則的な、ジョソラジ月曜のフレッシュトピックです、はい。韓国初の男性恋愛リアリティが誕生、男の恋愛、韓国で7月15日にスタート、というニュースなんですけれども、これ聞いたことありました、お二人。初耳。初耳。ね、そう、びっくりした。こんなのあったんだと思ってピックアップしたんですけど、うんうん、韓国ウェーブオリジナル男の恋愛は素直で果敢な男たちが男の家に入居してお互いの率直な気持ちを確認する韓国初の男性たちの恋愛リアリティだ。なんかちょっと直訳感があるのが不思議なニュースなんですけど。あ、でも男の家って名前になってるのかもしれない、ね。あ、そうか、海の家みたいなね。うん、公式ポスターは温かい雰囲気のイラストで表現された。二人の男性が背中を合わせて青い空を見上げており、平和ながらも甘い雰囲気を醸し出した。これね、うん、ニュースで見てみたんですけど、可愛らしいね、うん、ポスターでした、うんうん。大胆な男たちの素直な恋愛リアリティという説明とともに、心が動く方向を決められるんですか？という意味深なフレーズが加えられ好奇心を刺激する。制作人は恋の前で勇気を出した出演者たちが男の恋愛を通じて真の愛を探すことになる。これまでの恋愛番組のように異性愛者も共感できるすれ違うラブラインに対するポイントも備えているので、偏見のない視線で第1話を見守っていただければ嬉しいと明らかにした。でね、あの7月15日スタートというニュースだったので、うんうん、その後スタートしたですね、はい、で続報もあって、うんうん、男の恋愛は新規有料登録の牽引および視聴時間において圧倒的な成績を記録した、公開から1日にして2つの番組が並んで1位2位を記録し、 LGBTQ プラスカップルの恋愛に集まった視聴者の関心の高さを証明した。これどうもね、女の子版もあるみたいで、そうなんだ、それが多分1位2位なんだと思う。うわすごい。同番組を見た視聴者たちはより良い世の中に変わりますように、大きな勇気を出してカミングアウトする自信がすごい、ありがとうございます。番組への出演は簡単な決定ではなかったはずなのに、みんな本当に素晴らしい、好きなだけ愛してください、応援しますなど様々な反応を寄せた。だって、素敵、これ超見たい、気になるよね、なんか日本でもそうなの、あれ、なんか写真だけ出てきたけど、うん、探したら、うん、テラスハウスっぽいね、ちょっとね。そうかも、そうかも、うん。なんかちょっとやっぱり今時のね、おしゃれな雰囲気の絵作りをしているよね。どんな男の子が出るのかが。いや、男の子ね、綺麗め。かなり綺麗め。うん、綺麗め。だけ。で、一人ちょっと隠れキャラのようにちょっとぽっちゃりが混じってます。あ、そうか、そうか。やだ、うん、なんかギャグみたいなお姉系とか出んのかな。どうなんだ、その枠を佐世子さんが狙っている狙ってる狙ってる、でもすごいよね、韓国ってアジアの中でもまだちょっと厳しめな空気を感じるじゃないですか。キリスト教が結構ね、はい、あと厳しめ、宗教も男らしさ、はい、女らしさ大事、まあそうだね、家庭、家とかをね、そう、うんうん、でね、パレードとかもちょっと苦戦してるイメージがあったから、その中でさ、これは恋愛リアリティーショーってことは、うん、ゲイの子たち
ちとかレズビアンの子たちが出て、恋愛模様とかを見せるってことでしょ、うん、すごいよね。すごい。そう、なんか、このなんだっけ、その、これまでの恋愛番組のように異性愛者も共感できるっていう、うんうん、なんか、それが本当に素敵よね。うん、そういう、なんかあの色物として見るんじゃなくて、男同士はすごいって、うん、男同士だからすごいってことじゃなくて、うんうん、あ、なんか一緒じゃんみたいな、なんかそういうのも。佐世保さんを出してしまったら、仲良くないってことですね。ちょっと崩れてしまう。何よ、と、はい、昭和の、これ昭和の見せ方じゃんって今のね、怒られちゃう。いやいや、昭和いいわよ。いや、むしろ佐世保さん、こういう番組で、スタジオ MC とかで入ったの。それだ。佐世保さん、スタジオ MC。あ、ちなみになんかね、うん、MC は男性司会者と元アイドルのエクシートかな、うん、の女性と、うん、あと、うん、韓国で初めて芸能界で仮面ライダーとした、スキンヘッドのタレントさんがいて、その方かな、ホンソクチョンさん、うん、かな、うん、その3人で司会してるから、うん、ちゃんとフォーマットもしっかりしてるよね。でもよかったね、だってあの人一回バッシングでえらいことになっちゃったでしょ。そうだよね。あった、あのゲイってもう本当にカミングアウトしたことで仕事がもう本当なくなって、全くなくなっちゃったっていう、うん、そう、なんだっけ、ニューヨークタイムズかなんかで世界の勇気ある50人とかに選ばれてたもんね。そうそうそう、うんうん、干されるの覚悟でカミングアウトして実際干されちゃってる状態だ、うん、でも今その後復帰した後はモネキャラ全開で結構出てきてて、うん、バラエティとかも出てて、いや、そうそうそう、もともとね、なんかイテウォンっていうゲイクラブとかがいっぱいあるとこで、うんうん、あ、お料理、タイ料理かな、うん、かなんかのお店も経営されてて、事業家でもあって、うん、普通になんか会いに行けるよみたいなことになって、うんうんうん、言われたりもした。さすが詳しい、ハンリーおばさん。いやいや、もうその辺はね、もうバッシングを受けてた時のその仕事のなくなり方とかもね、いろいろ韓国に聞いて、うん、本当に厳しい。大変なんだね。厳しかったよね。でも逆に言うと、ここ何年かで本当に変わった。ということだよね。ぐぐぐってこう変わった気がする。このパワーを見てもね。うん、でもさ、うん、実はこの男同士のダンス、リアリティショー、うん、恋愛リアリティショーって、うん、あんだけ番組がたくさんある、うん、欧米系でもあんまりないんだよね。少ないですね。これ、なんでなんだろうね。やっぱ私の予想では、すぐやっちゃったりして、プロデューサーの思惑を越してしまう展開になるのではって、ね、全員が全員とやってたりとか、順列組み合わせでね。そうね。だってさ、男女版のアメリカ版のバチェラーとかって基本やることを前提じゃないですか。うん、割とベッドインまでっていう話になってるじゃない。もう合間にそういうシーンが普通に入ってくるんだ。そうそう。とか言ってたじゃん。でも多分男ばっかりでやっちゃったら多分本当に。ね、下の欲が先に。いや、本当そこだよね。しかもそうだよね。なんかその男女だと男、横の男同士ではしないけど、そこもできちゃう。あれ？なんかわけわかんなくなっちゃった。あれ？わけがわかんない。なんか。だからね、逆に韓国のこういうおしゃれっぽいクリーンなフォーマットでやるからいいけど、海外のドロドロした恋愛リアリティノリでやると、ゲイはちょっと手に負えない、厳しいんじゃないかもしれないなと思うね。余計にちょっとその嫌悪感を助長してしまうところは正直あるかもしれない。よく言われてるさ、真面目なところで語る分には、その話はしない方がいい的なエリアがゲイじゃあるじゃん。あるよね。だから多分、フォーマットとしては、相乗りとかテラスハウスのフォーマットじゃないと、ゲイモノはちょっと無理なんだね。そう思う。なるほど。洋物のさ、洋物って恋愛バラエティの、すごい、すぐやっちゃうのもそうだし、あと悪口とかさ、策略とかが意外と男女物でもひどいじゃん。うん、幅連れが出すぎてさ、あれ、ゲイバーひどいことになると思うのよ。あっち側も。そっか、真っ黒じゃん。難しいね。ね、うん、多分バチェラーとかバチェロレッテみたいなフォーマットでやっちゃうと、あれ裏話がひどいじゃないですか。ね、あとジャージーショアみたいに体目当てみたいな感じ、ああ体見せること目当てみたいな風になると、マッチョしか出てこないみたいな感じもあ。でもそれが見たい。だから本当、なんだろう、世間のイメージがちょっと悪くなってもいいから、ゲイのすぐやっちゃったりひどい悪口を言ったり、裏じゃひどいことするみたいなところも見せる。でも多分
恋愛リアリティショーみたいな。出演する人たちは本当一瞬を金繰り捨ててやらないといけなくなるからね。そうね。そうね。でも、ね、海外のおかま気にせず、やってされそうじゃないそれを。そうそう。ちょっともう、あ、なんかでも、ルポールのドラグレースみたいになっちゃうのかな。なんか芸人。ああ、そうそう。なんかもう、みんな、なんか感情的な、うんうん、こんな、あの、みんな芝居がかってていいよね。まあ、そうそう。好き好き。で、しかもなんかさ、みんなヒール役狙いそうじゃない？はい、はい。そうなのよ。ヒールが好きだから。美味しいんだよ。そうそうそう。ね、やばい、ね。なんかいいもんが悪い感じ。そう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 。まあ悪いけど、悪い感じ、ね。つまんないというか、話題にならないんだよね。うん、だって日本でもサバイバーとかやってた時って、うん、ちょっと意地悪なことやってくれる人の話ばっかり、うん、芸は盛り上がってしてる、ね。うん、普通いい人の話は出てこないですよね。しないんだよね。うん、そうね。まあでも、ね、この今回の番組は多分本当に綺麗な感じなんだろうなと想像するけど、うん、とりあえずこういうのでもいいから日本もちょっとやってほしい。うん、アベマさすごい恋愛リアリティ量産してるじゃん。うん、あ、そうですね。アベマそろそろこれ男の子版、女の子版やらないかね。うん、ねえ、なんか出るっていうかもう若い子だったり、うん、そうだよね。最近の子だったらね、あのネジ外れてる子とかね、あと先気にせず出てくれるし、そういう子が意外とね、意外と言っても大丈夫だったねっていう結果を見せてくれると思うのよね。うん、あ、そうだね。うん。うん、なんかそう、おばさんとかね、私とかもちょっとコメンテーターで出た。うん。なんかこの韓国版輸入してね、うん、日本でやればいいのに。あ、本当本当ね、フォーマットをね。うん、うん、うん。ね。それこそネットフリとかアマプラで。ね。反対の声も多いだろうけど。いや、うん、でもやったもん勝ちじゃない。そう、本当に本当に。やっぱ有料の結果のさ、うん、ワンツー、ね、ね、フィニッシュしてる時点で、もう、ここは資本主義のさ、そうですね。あれで、多分、絶対動くと思う。だって実際ね、うん、最近、うん、まあまあ配信で動くからっていうので、うん、すごく低予算 BL 風とか、うん、ね、はいはい、こう、日本のドラマもすごく増えてるよね、前以上に。そうなんだ。タイがそれでね、うん、この間もその話をしたんだけど、ね、そうそうそう、すごい量作ってるから、うん、海外にも売れるっていうんで。予算もいいと思います。全然リアリティショー系もいいよね。うん、ありだと思う。男女ものはもうね、やり尽くしちゃったから。うん、確かに。うん、なんか、まあ、とね、若い子のもいいけど、おっさんズラブで、その、おっさんと若い子じゃなくて、おっさん同士とか見てみたい。見たい。私もそれ見たい。だから、そのおっさんズラブのおっさんバージョンを見て。ね、ほら、百戦錬磨の、うん、でも今もう声がかからなくなったおっさんとか、本当に恋愛したことがないおっさんとか。そうそうそう。いろんなタイプ集めて。それだったら出ようよ。うん、え、ちょっと待って、かき乱しに行くのそれ。本気です。本気です。え、それ、ブルさんが MC とかじゃなくて、出演者で行くの？MC でもいいけど、とか言って。生意気発言、生意気発言。私、サシコさんみたいな立場で出て。あ、わかる、ね。スタジオでね、アードの方がいい。スタジオのサッシーはいいよね。これないわ。これブルちゃんないわ。うん、私、ナイナちゃん、絶対、昭和だと思う。みたいな。そういうのは、アバク系のトーンしたい。さっきのあの表情あれ見たみたいな。絶対ちょっと、あの子いい子じゃないよねみたいなこと言いたくな。私、現場の裏方でいいです。やだ。現場の裏方で、あの、出演者のケアをしていたいです。いやいやいや。でも、あとはやっぱ、佐世子さんね、あの、のんけだけど女装が好きな人と。それしたい。それしたいけど、でもほら、可愛い子いっぱいいんじゃん。ね、すごい本気の顔してたもんね、今。私よりも可愛い子。あの、もう間違いなく、フィーリングカップル5対5の5番のやつ。そうや。ね、なお、こと、なんとかのね、なんかすごかった。なんか昔 YouTube とか出てて、なんか聖子に誰か、なんか可愛いなお子に誰かに芸能人スペシャル芸能人スペシャルがあって、うんうんうん、でその5番目がやっぱ健直子さんだったんだよね。でも美味しいなと思う。美味しいよね。うん、じゃあね、あの女装してる人が好きなほぼのんけ男たちと女装の人たちっていうね、フィーリングカップル5対5の5番を狙ってこれから5番最初から5番最初から5番狙い5番かく、うん、
おい、もうそれもやったら10人ぐらい集まりそうじゃん。いや、割と軽く集まる。いや、ね、むしろほら、ドラッグレースだと集まらないけど、うん、そういうのだと集まり、本当だよね。早くアベマやればいいのに。ねえ。なんかでも本当にあの質問がしょうもないっていうか、あのウィーディングカップルのはい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 って手を挙げてる割には、はい3番言うて、好きな食べ物は何ですか。そんなどうしようもない。そんなビュンビュン手を挙げなくても。もう大好きやいうの。あ、じゃあぜひフィーリングカップルを女装と女装バランをやりたい方はここまで。いやね、これラジオ。ラジオこれ。それそしてだどっちを募集していたの、ライバルそれとも。本当ね、ライバルじゃない方。佐世子さんに集中してこう。そうそうそう、集中してこう。5番にピッ。5番指名。5番指名したい人。うん、じゃあ、佐世子さんに入ってるか、ちょっと確認してみましょう。ちょっと全員から3つの矢印がピッ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 、ブワーって消えちゃう。そういう前振りたまにされてたよね。懐かしいね。でも、いい番組とやってか、もうこれ本当50ぐらいじゃないと分かんない。今ね、若い子に見てほしい。でも全然違うね。あの、リアリティ番組と全然。本当だよ。韓国の最新のおしゃれな映像のリアリティショーから、なんで女装フィーディングカップル5対5で。5対5。いや、もうダメね、ひどい。でも見たい。本当ね。本当、日本版も心待ちにしております。そうですね。どっかの楽しみに待ってます。はい。今日はありがとうございました。そしてですね、今週は、そんなわけで簡易版ということで、水曜の配信だけお休みさせていただいて、次回は金曜日の配信となります。お楽しみに。はい。ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先はツイッターのジョソラジアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト、YouTube などお好きなメディアからいつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ジョソラジ、ジョソラジ。